皆様こんにちは。株式会社ソンイッチャンネルです。イエーイ。本日は10番勝負第7弾としまして、ここにねでっかい鉄棒あるんですけど、これにね何秒ぶら下がれるかということをねやっていきたいと思います。私の予想は、まあ、俺ビリ。僕ビリ。俺ビリ。際どい、うちもわかんない。これちょっと、これきついね。多分20秒いけない感じだよね。いけない。まあ、じゃあ、ということでね、今からやっていきまーす。イエーイ。はい、いいの？ついて。いいよ、俺。よーい、スタート。そうか、ちょっとさ、低いのか。いや、低くても。いや、無理。おい、ちょい、変わって。じゃあ、俺一番やだ。あー、もう無理。もう無理よ。いつもいいよ。無理だって、もう勘弁してくれよ、本当に。あー、無理。ちょっと無理。痛い。すごい。もういいよって、もういいよ。専務の記録38秒96ね。すげえじゃん。いけるかもしれない。よーし、スタート。あ、うちもうダメだ。よーし、スタート。かかってた、専務。ちょっとダメだ、これね。あ、もう結構いってる。てかやばい。頑張れ。え、本当そんなやばい？やばい。手がいかれる。そんなやばい。運転したら伸びると思う、みんな。本当？やばい。いいの？手痛い。いつでもいいよ。よーい、スタート。もういいよ。もういいよ。もういいよ。おい、あと10秒ないや。10秒いってねえよ。嘘だ。本当に無理。じゃあ手やばくない？やばいよ。手っていうか、俺らはね、こんな自分に手の力ないのかなと思った。もうさっきの斜め懸垂もそうだけど、もうすごいね、全部。9秒4。まあでも 100m ならめっちゃ速いぜ。9秒4めっちゃ速い。ガチすごいです。すげえな。すごい。やばい、もう手痛い。私の記録9秒4でした。もうビリ。手真っ白。そう、そんな無理してやるもんじゃないけどね。専務がすごいってことが分かりました。まあ秘書も女性としてはすごいですけど、本当すごかったですね。10番勝負第7弾は私の負けでした。それで今あれですね、秘書が3敗、私が2敗、専務が2敗ですね。はい、もう本当に並んできたね。本当皆さんもね、今度ぶら下がってみてください。なかなかできないので、あのちょっとやってみると楽しいかもしれません。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではね、みんなバイバーイ。バイバーイ。